性加害問題で世の中を騒がせてる大物芸人の松本人志さん。以前に松本さんを公に批判して消えていった人たちがいます。そこで今回は松本人志さんを批判して消された人物7人をご紹介します。中田敦彦さん。オリエンタルラジオの中田さんは YouTube での活動を通じて独自の視点で様々な社会問題に言及しています。特に松本さんへの提言は大きな話題となりました。彼は松本さんの司会スタイルやお笑い界の現状について率直な意見を述べたのです。この提言は中田さんの思慮深さと勇気を示すものでしたが、同時に彼のテレビ業界での立場を複雑なものにしました。松本さんは日本のお笑い界において非常に影響力のある人物です。そのため中田さんの発言は業界内で様々な反応を引き起こしたのです。松本さん、あなたは司会を多くやりすぎですから他の芸人に司会を譲ってください。あと、今のお笑い界は松本さんが面白いというか言わないかで新人のキャリアが大きく変わってしまいます。確かに偉大な方だけど、それじゃあ業界のためにはなりません。この発言は大きな批判を浴びることになりました。中田さんが吉本を退所し露出が極端に減ることになったのは松本さん批判に関係があると言われています。中田さんはそれを拒否しました。嫌です、俺は間違ったことは言っていませんから。こうして中田さんと吉本側の溝が深まった結果、公の場から姿を消すことになったという噂があります。現在では YouTube メインで活動している中田さんですが、動画のコメントには松本さんの性加害問題を取り上げてほしいといった声が多数寄せられているようです。2021年3月に中田さんは家族でシンガポールへ移住しています。村本大輔さん。ウーマンラッシュアワー村本大輔さんの場合、村本さんは2013年のザ・漫才で優勝しテレビで引っ張りだことなりました。しかし原発や沖縄の基地問題などを漫才のネタにし始めた2017年頃からテレビ出演が激減し、2020年はザ・漫才の一本だけだったそうです。村本さんといえばその鋭い毒舌で知られていますが、実は昇進者の一面も持ち合わせているようです。村本さんは独特なキャラクターで芸能界を風靡してきました。彼の言葉は時に鋭く、他者に対する辛辣なコメントで注目を集めることもしばしばありますが、意外なほど繊細な心を持つ人物のようです。その村本さんがなぜテレビから消えたのでしょうか。種々あるようですが、まずは芸人に嫌われまくっているということです。松本さんに関連したことでは、ダウンタウンさんの漫才を見たけど83点、あいや73点でしたの発言、毒舌が時には過ぎることも。松本さんに対する批判は村本さんの毒舌の一環として発せられました。しかしこの発言が波紋を呼び、結果として彼のテレビ出演機会は大幅に減少してしまったのです。批判の後、村本さんはテレビから姿を消し、芸能活動の場を変えざるを得なくなりました。一見すると強気な発言も、実は彼の内面の脆さを表しているのかもしれませんね。しかし村本さんはこの経験を糧に、新たな活動の場を模索し始めました。テレビから離れた彼は、SNS や他のメディアを通じて、自身の意見を発信し続けています。現在の活動の場はアメリカだそうです。そちらでも松本さんの性加害問題に注目しており、 SNS で年老いたとはいえ王には王のふさわしい終わり方があると明言こそしていませんが、明らかに松本さんのことだと話題になっているとのことです。水道橋博士さん。水道橋博士さんは長年にわたりテレビ界で活躍してきた知識豊かなタレントですが、彼はダウンタウンとの共演を拒否しています。水道橋博士さんは自身のスタンスを貫くために大物芸人との共演を避けてきたようです。彼はたけし軍団の一員であるからです。関わったらダウンタウン側になってしまう、それくらい二人の魅力はずば抜けていると内心は嫌いではないようですが、今となってはその魅力があだとなってしまったようです。このような決断は彼のテレビ出演機会に影響を及ぼすこととなりました。ダウンタウンとの共演を拒否したことで、彼は一部の番組から排除されることになったのです。しかし、
松本さんの近年の問題を SNS でたびたび投稿しています。松本人志さんはテレビ以外で活躍すればいいんじゃないでしょうかと。釧路萌実アナウンサー。釧路さんは東野幸治さんが MC を務める番組で松本さんを痛烈に批判したことがありました。その原因は松本さんからのいじりでした。 MC の東野さんが松本さんのこと嫌いになりましたかとの質問に、釧路さんは干されたらいいのにって思いました。このことが松本ファンから大ブーイングとなり炎上騒ぎへとなったのです。釧路さんは室長より干されたらいいのにの言葉に注意を受け、アナウンサーとしての指導を受ける羽目になりました。また釧路さんの私生活にまで及び、2022年3月31日に同社を退社、4月1日にフリーアナウンサーとして吉本興業に所属しました。茂木健一郎さん。茂木さんの発言は時に社会的な議論を巻き起こすほどの影響力を持っています。彼の言葉の独特の視点から切り込みは多くの人々が関心を持っています。特に松本人志さんへの批判は大きな話題となりました。茂木さんは松本さんの漫才やテレビでの発言に対して辛辣なコメントを投げかけることがあります。また旧ジャニーズ問題に噛みついたりする発言は茂木さんの独自の分析と批評精神から生まれたものかと思いますが、それらが炎上につながることもしばしばあります。この炎上発言は多くの人々に新しい見方を発信する一方で、芸能界の中での彼の立ち位置を複雑なものにしているのも事実です。このように松本さんを含め芸人を批判したり、誰にでも構わず喧嘩を吹っかけるスタイルは彼をテレビ界のスポットライトから遠ざける結果となりました。彼の挑戦的な言動はテレビというメディアの枠組みに収まりきらないものだったのでしょうか。しかし茂木さんはこの状況を逆手に取り、新たな表現の場として SNS を選びました。彼は自らの思考と分析を自由に発信するため、SNS のプラットフォームを活用することにしたのです。SNS では茂木さんは自身の意見をよりダイレクトに、そして大胆に表現しています。彼の投稿は時に議論を呼び、フォロワーたちとの間で活発な交流が行われています。このように茂木さんはテレビから離れることで、より自由な発言の場を得たと言えるかもしれません。 SNS では彼の言葉が直接的に届き、新たなファン層を獲得しているようです。角田信明さん。元格闘家の角田信明さん。角田さんは松本さんからの番組出演オファーを断っていました。オファー拒否の理由は角田さん自身のブログで詳細に語られていますが、叩いてかぶってじゃんけんぽんのレフェリーを頼まれたようです。実は当時の角田さんは格闘イベント K1 のレフェリーを務めていましたが、ミスジャッジにより謹慎処分を受けてしまっていました。そのことを理由に角田さんは拒否したようです。それもドタキャン。しかしそこには松本さんからの要請を安請けした担当者と角田さんとの間のズレが生じていたようです。また角田さんはブログに松本さんの番組スタイルや業界での影響力に対する批判的な見解を綴ったことなどが松本さんを怒らせてしまったようです。後に角田さんは公の場に謝罪することになりました。数年後、別番組に角田さんにオファーが来たのですが、 MC を務めていた松本さんから出演拒否をされたようです。このような騒動から彼の立場は業界内でより微妙なものとなり、一部の番組からのオファーが減少する結果となったのです。その結果、筋トレ好きな角田さんは現在ボディビルダーとして活躍しているとのことです。ミノモンタさん。ミノモンタさんは長年にわたりテレビ界の第一線で活躍してきたベテラン司会者です。しかし彼はダウンタウンとの共演 NG をテレビ番組で公然と拒否するということがありました。ミノさんの共演 NG の裏にはダウンタウンのスタイルや二人に対してあまり良い印象がなく、彼たちの番組に出演するつもりはないと明言していました。このようなことでミノさんは批判されることとなったようです。しかし人気の低迷は体調面にもあるとのことで、第一線から退く決意をしたようです。芸能界は時に厳しい世界です。松本人志さんのことだけではないと思われますが、一言がキャリアに大きな影響を与えることもありますね。いかがでしたでしょうか。
今回は松本人志さんを批判して消えていった方々についてお届けしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。コメントもいただければ嬉しいです。次回もお楽しみに。